そうですか。ええ、その件は了解してます。ええ、もちろん私もこれで全て決着がついたとは思ってませんよ。代替わりしたといっても名古屋を守るのが私の宿命だということに変わりはありませんから。ええ、手は打ってあります。品田はちゃんとこちらで始末します。ええ、私流のやり方でね。では。私だ。ああ、例の特ダネの件なんだが。そうだ、あのトレードの話だ。無茶言ってるのは分かってる。でもどうにかして勇敢に差し込めないか。頼む。これには俺の野球人としての夢がかかってるんだ。どうした？いくつか報告があるんだけど。待て、直接聞こう。例のプレハブ小屋か。すぐにそちらへ向かう。ああ。おい、今どこにいるんだ？ああ、ごめん、ちょっと出ててすぐ戻るから。緊張感のないやつだ、早く来い。遅いぞ。ごめんごめん。時間が惜しい。報告を聞こう。分かった。どこから話せばいいかな。じゃあ名古屋組というのは極道組織として存在していたのではなく、この土地の自警団的な組織として15年前から存在してきたということか。ああ、その名古屋組を動かしてきたのが15年前、俺と同じチーム名古屋ワイバーンズの監督をしていた藤田さんだ。15年前、この町は東西を二分して、東上会と近江連合がそれぞれ島を持っていた。それぞれの組の資金源がワイバーンズを中心とした八百長による野球賭博だったってわけだ。つまりお前の9回追放劇の真相は藤田が仕掛けた。東上会、近江連合、両組織の名古屋追放が全ての目的だったってことか。藤田さんは監督を辞任した後も徹底的に全ての真相を隠し続けた。一方で名古屋組という極道組織があるかのように装い、その名前を利用し極道者の侵入を阻み続けたんだ。まるで海外の秘密結社やマフィアのようにね。でもまあそれも昨日で終わりで、いくら名古屋組が組織化されてても構成員は所詮普通の人たちだ。こうして真相がバレちまえば彼らはもう何もできない。お前を襲った連中はどうなったんだ？今朝全員が出頭したよ。牛島さんとミルクちゃんという俺が一番世話になった人が全員を説得したみたいでね。彼らは彼らで15年間ずっとこうなる日が来るんじゃないかって怯えて暮らしてたのさ。辛いな、お前にとっては。まあね。でもまだ悲しんでられないよ。真相の奥に眠る本当の敵をこの目で見るまではね。どういうことだ？昨日の夜、牛島さんたちに拉致された時にはっきり分かった。彼らは決して殺しに慣れてる人間じゃない。藤田さんの指示で動いていたことは事実だが、この数日間街で起こったような事故を演出できるようには思えないんだ。酒井という男が工事現場で事故死したあの件か？それだけじゃない。実際俺も名古屋組のことを調べ始めてすぐ危険な目にあったし、何日か前の東上会と近江連合の幹部が死んだ事故ってのも当然仕組まれた罠だったんだろう。牛島さんたちがいくら名古屋組の構成員だからといって人を殴ることすら躊躇する彼らがそんな大胆な行動ができるとは俺には思えない。絶対に本職の連中が背後にいるはずだ。謎の組織、名古屋組のさらに背後にいる極道組織があるってことか。なるほど。やはりあの男が関係しているのは間違いなさそうだな。あの男？なんだあんた、藤田さんの背後にいる人間に心当たりでもあるのか？俺が名古屋組を追いかけていたのはその男と名古屋のつながりを明らかにするためだ。だがこれ以上のことは藤田から直接聞くしかないだろう。ご苦労だった。約束の報酬だ。え？もう仕事は終わりだ。俺は東京に戻る。お前はここに残って借金の整理と新しい職探しでもするんだな。ちょっと待ってよ、あんた藤田さんに会うつもりなのか？だったら俺も一緒に行くって。俺もあの人にはいろいろ聞かなきゃならないことがあるんだからさ。ここから先は俺の仕事だ。もう手を引くんだ、達夫。え？達夫ってあんた、俺を覚えているか？え？堂島だ。お前と同じカムロ西港にいた。え？堂島って、え、まさかあの…あれどこだ？堂島君といったら1組にいた学年1位の子の名前だった気がするんだけど。確かに俺は1組だったが、そのアルバムには載ってない。なんで？退学になったからな。卒業してないんだ。退学？3年の夏にちょっと揉め事を起こしてな。それで退学。結局引率になっちまった。引率って少年院？カムロ工業の連中とやり合っちまったんだ。カムロ工っていや、甲子園の東東京予選の決勝で当たったあの都内一の悪高校。ちょっと待てよ。それじゃまさか夏の大会の決勝前日にカムロコを相手にたった一人で喧嘩したっていうのは？俺だ。覚えてるよ。あの時カムロコのヤンキーたちにうちの野球部の連中が決勝戦辞退しろって脅迫されててさ。でも決勝戦の前日になって急にカムロコのヤンキーたちが全員病院送りになった。おかげで俺らは決勝戦にも無事出て甲子園に行けたんだ。で結局甲子園では1回戦で沢田がいた中京学院で1対2で負けたんだよな。ヒットはお前のホームランのみ。火災の待合室のテレビで観戦したよ。でもまさか君があの時俺らを救ってくれた人だったなんて。でも一体どうしてそんなことを？お前ら野球部が甲子園に出ること、それがあの頃の俺、いやカムロ西高全員にとっての夢だったからだ。夢？ああ、夢ってのは叶える人間がいてこそ思い描ける。まさにあの頃の俺らにとって甲子園出場っていうのは夢だったんだ。それが敵対する高校の手によって壊されようとしていた。だが当時俺にはそれを守る腕力があった。だから俺にとってその夢を守ることは自分の夢を守ることに等しいことだったんだ。わかる気はするけどさ、それで退学して少年院ってさ、君がそこまで犠牲になる必要はなかったんじゃないの？バカな話だと思うかもしれないが、人間ってのは勝手に他人に夢を託す。自分の叶えられなかった夢、思いを乗せ、その背中を見続ける。そうやって自分の叶えられなかった夢を他人の背中を借りて具現化することで、逆に自分の身の回りで起こる現実を受け入れ生きてゆくんだ。いつか自分もあの人のように夢を叶えられる日が来るかもしれないと思いながらな。だからなんで？当時の俺には夢がなかったからな。でも夢のなかった俺でも人の夢を応援することくらいはやってみたいと思ったんだ。俺は親の家業を継ぐことが決まっていた。俺にとっては高校を卒業することより、俺らの夢を背負って甲子園を目指す奴らを応援することの方が重要だったんだ。俺はあの時甲子園でホームランを打つお前の背中を見ることができたから、今もこうして目を背けたくなるような現実に向き合って生きることができているのかもしれない。達夫、お前には勝手に感謝してるんだ。堂島君、ひょっとして今の君の仕事って？東上会6代目会長。まあ今は素性を隠して行方をくらませている最中だがな。マジだからここから先は俺に任せてくれ。この件、堅気のお前がこれ以上深入りするのは危険すぎる。もうお前は十分人に夢を与えてくれた。今度は俺がお前の失った夢を取り戻す番だ。なんだよそれ。全てに片がついたら球界に取り合ってお前の永久追放処分を取り消させる。選手としての復帰が無理ならコーチ、監督として復帰できるように掛け合うつもりだ。今はとりあえずその金を使って身の回りを整理しておけ。安心しろ。今の俺は腕力以外の力も持ってる。お前が失った15年、俺が巻き戻す。東京に着いたらまた連絡する。それじゃ。結局は同じかよ。どういうつもりだ。15年前と同じだっつってんだよ。ヤクザに振り回されて夢を失って、ヤクザに助けられて夢を取り戻すだ。そんなんじゃ俺の夢は戻ってこねえよ。誰かの権力を使って球界に復帰したって意味ねえんだよ。分かってる。だが現実を見るんだ、達夫。このままじゃお前は一生この町でその日暮らしをすることになる。お前は人に夢を見せる側の人間だ。どんな経緯があったにせよ、お前には球界に戻る資格がある。もっと現実に目を向けろ。過去にこだわってもお前の失った時間は取り戻せない。達夫。勝手に語ってんじゃねえよ。こっちはこの15年素振り5000回、腕立て腹筋1000回、一日たりとも休んじゃいねえんだ。お前、あんたに言われなくても俺は自分の手で取り返す。失ったホームランをこの手でな。力で止めるしかないってことか。死ぬと分かっている場所に行かせるわけにはいかない。極道としてもお前の友人としてもな。俺がそんなにやわな男かどうか確かめてみるんだな。覚悟はいいな、達夫。ああ、やるな。どうや、これなら文句ないでしょ。ああ、俺の負けだよ。よし、それじゃ俺も一緒に東京に。もう止めはしない。好きにしろ。達夫、もう動けるな。ああ、任しといて。なら今のうちにできる限りの準備をしておくんだ。東京で何が起きるかわからんからな。ああ、わかった。達夫。ああ、OK だ。そうか、じゃあ行くぞ。あ、ちょっと待って。行ったそばからなんだよ。悪いんだけど、先に下降りててもらえる？うん？ごめん、お待たせ。もういいんだな。ああ、行こう。ちょっとすみませんよ。悪いね、全く手持ちの金なくて。はい、お釣り。うん。ああ、いや、いい。マジで？やっぱりさ、登場会の会長になると小銭とか持たないんだね。おい。え？これでも素性を隠して行動してるんだ。頼むぜ。やばい。結構ヤクザってのも大変なんだな。なんだこれ。だから大声出すなって。うん。これってあの沢田のことか。俺はとんでもない勘違いをしていたのかもしれない。何のことだ。堂島君は先に東京行って。何？俺ちょっと行かなきゃならない場所があるから。おい。ああ、ごめん。あれ？どこ行きやがったんだあいつ。ボールとお金返します。余ったお金は息子さんと娘さんのプレゼントにしてくださいってよ。俺まだ結婚もしてねえっつうの。沢田！沢田、お前なら俺がここにいるってわかるんじゃないかと思ってたよ。よく来てくれたな、品田。夕刊を見たよ。まさか球界のエースであるお前が万年 B クラスのワイバーンズに移籍するなんてな。驚いたよ。藤田さんとの約束だったんだ。15年したら彼の仕事を俺が引き継ぐってな。気づかなかったよ。藤田さんの球界復帰が名古屋組の代替わりの予兆だったなんてな。そうなんだろ沢田。お前、俺がこっちの出身だってことは知ってるよな。ああ、中京学院のエース、名古屋が生んだ10年に一人の天才。それがお前の高校時代の呼び名だった。だが人生ってのは不思議なもんだな。くじ引き一つで名古屋出身の俺が東京に、東京出身のお前が名古屋のチームに入ることになっちまうんだからな。結果お前は全く関係のなかった名古屋のためにその野球人生を奪い取られる羽目になった。そして俺は誰もが認める球界のエースとなった。でもお前はこうしてまた名古屋に帰ってきた。これも全て名古屋組を藤田さんから引き継ぐためだというのか。ああ、そうだ。どうしてだよ。どうしてそこまでして名古屋組なんかを守る必要がある。今のお前にはもっといろいろ守らなきゃならないものがあるはずだろう。高校の時の友達に言われたよ。俺らは夢を見させる側の人間なんだって。俺やお前はただ野球やってるだけじゃないんだ。このグラウンドに立つ人間はいろんな人間の夢背負って野球やってんだよ。もう聞いてるだろう。牛島さんや真鍋さん、名古屋組の構成員だった人たちはみんな出頭した。そうだ、もう名古屋組は終わりなんだ。悪いことは言わない。これ以上名古屋組を使って誰かを苦しめるようなことはしないでほしい。やはりお前は何も現実が見えてないようだな。何？名古屋組が終わったなんてことは分かっている。俺は最後の仕事をするために名古屋にやってきたまでだ。最後の仕事？お前だよ。名古屋組のことを知りすぎたお前を始末する。それが俺に指示された最後の仕事だ。そうだ。今朝警察に出頭した人間は全員釈放されたよ。警察は何事もなかったように処理する方針だ。なんだって？品田、この一件はお前が思っている以上に大きな力によって捜査されているんだ。警察すら動かしてしまうような強大な力を持った人間によってな。どういうことなんだよ沢田。誰なんだよお前にこんなことさせてるやつってのは。それはあいつら、俺の見張り役の連中、近江連合の人間だ。近江？どうして近江が？あれが答えさ。藤田さんも俺もずっと近江連合のある組織によって動かされていたんだ。ある組織って？近江連合の出身団体、神戸黒羽組。名古屋組はそれまでずっと名古屋を仕切っていた近江連合の連中を追い出すために黒羽組が中心となって作った組織なんだ。つまり近江連合内の島争いによってできた組織だったんだよ。近江連合が近江連合を追い出すためだと？そして俺も藤田監督もその黒羽組に魂を売り夢を手に入れた人間の一人だ。なんだと？品田、俺はな、お前が思っているような天才でも立派な野球選手でもない。あの甲子園だってそうさ。俺は黒羽組の力を借りて優勝したんだ。そんな、まさか。本当だ。黒羽組は対戦する高校の監督の買収から選手への賄賂まがいの脅迫、手段を選ばず勝つための手段を取った。まさか都予選でカムロ校の連中を使ってうちの野球部に妨害を入れたのも？そう、黒羽組の仕掛けだ。まああの時はお前の高校のやつに邪魔され計画はうまくいかなかったがな。それで俺らとの1回戦だけはガチの勝負になっちまったってことか。どうりで俺が気づかなかったわけだ。つまり俺にとっての甲子園とは1回戦だけが実力勝負、実質的な決勝戦のようなものだった。純真無垢の天才バッター品田達夫を抑えることさえできれば甲子園の優勝は約束されていたからな。そして俺はお前に勝った。結果1回戦で負けたお前はドラフト会でワイバーンズに拾われた。逆に俺は高校球界の至宝と言われドラフト1位でギガンツに入団したんだ。どうして黒羽組がそこまでして俺を甲子園の優勝ピッチャーにさせたかわかるか。まさか。そうさ、ギガンツ対ワイバーンズ戦、俺が登板する全ての試合で黒羽組の計画にのっとった野球賭博を成立させるためだ。誰にもバレない、展開の荒などに左右されない完璧な仕掛けの野球賭博を仕掛けるためにな。そんなことが。そもそも野球賭博ってのは八百長を仕掛けるのが難しいギャンブルだ。いくら投手を買収したところで相手バッターが打ってくれなきゃ勝たせられない。いくらバッターを買収したところで相手のチームが点を取らなきゃ負けさせられない。だがワイバーンズのスタメン全員と監督、それに対戦チームのピッチャーが俺であれば完全な八百長が仕掛けられるってわけか。そういうことだ。だが完璧な計画とはいえ一度だけ八百長に失敗したことがある。お前がホームランを打ったあの試合だ、品田。あの日の黒羽組の指示は0対1でホームのワイバーンズが負ける予定だった。だが9回裏までギガンツのバッターはワイバーンズから1点も取ることができないでいた。いくら相手を勝たせたくても点を取ってくれないことには話にならない。だが露骨なエラーをさせて相手に点を取らせることもテレビ中継の手前都合が悪い。焦った藤田監督は内野経験のないお前をわざとセカンドの酒井に変え代打に送った。俺がお前からは打てないと藤田監督は踏んだってことか。藤田さんは誰よりもお前の得手不得手を知っている人だったからな。それで監督はカーブを投げるようお前に指示を送ったのか。ああ。じゃあ7球目あのストレートはどうして投げた。藤田監督の指示を無視して俺との勝負をつけたかったのか。沢田。違う、あれは監督藤田さんの指示だったんだ。え、なんだと。監督の。ああ、そうだ。あの時俺にストレートを指示したのは他でもない藤田監督だったんだ。どうして。どういうことなんだ沢田。それは喋りすぎだぞ沢田。お前が打たないなら俺が打つ。まあその時はお前も始末することにはなるがな。分かっている。名古屋組の連中は名古屋組が黒羽組に裏で操られていたという真実を知らない。彼らは名古屋という町を守るために藤田監督や俺を信じ指示に従ったに過ぎない。それは信じてやってくれ沢田。覚悟はいいな品田。品田死ねえ。どうしてやはり知っていたのか、ギガンツのサイン。まあね、相手のサインを研究するのはバッターの基本だからな。さだ、どうして俺を助けるような真似したんだ。ずっと知りたかったんだ。どうしてお前が俺のあのストレートを打てたのかをな。それを直接聞くまでは殺すわけにはいかない。そういうことだ。なるほどね。で、結局お前、15年前のホームランはサインを盗んでたのか。さあ、その話をお互い生きてたら話すってことでどうよ。それでいい。よし、それじゃ行くぜ。ああ。生きてるか、品田。ああ、それじゃあ教えてくれ。どうしてあの時お前はホームランを打てたのか。その前に一つ教えてくれ。どうしてあの時藤田さんはストレートを投げろと指示したんだ。教えてくれ。藤田さんは迷っていたんだ。迷っていた？あの試合の前夜、金栄町のバーで藤田さんと飲んでいた時に聞いたんだ。沢田、俺はこの4年ずっと悩んでいた。お前ほどのピッチャーにこんなことをさせていていいのかって。何言ってるんですか、藤田さん。俺らはこうするしかなかったんです。もう迷ったって仕方ない。たとえ明日品田と対戦することになっても、俺は藤田さんの指示に従うだけです。カーブか。確かにあいつは変化球に弱いな。あ、お前本当はストレートで勝負したいんじゃないのか。お前にとって品田は永遠のライバルだろう。そんな勝負を犠牲にしてまで。今さら後戻りはできないんです。俺たちに失敗は許されない。それだけです。分かってる。そんなことは分かってる。だがその直後、藤田さんは俺に言ったよ。品田だけは八百長の道具にしたくない。あいつは天才だ。あの才能を汚すくらいなら俺が球界を去りたいってな。なんだと。15年前のあの試合、もしお前がホームランを打たなかったとしても、遅かれ早かれワイバーンズの野球賭博疑惑はリークされていただろう。黒羽組の目的は野球賭博の存在をあえて明るみにして警察の力を使うことで名古屋を支配していた近江連合と東上会の組織を追い出すことだったんだからな。だから藤田さんは決断したのさ。人生を黒羽組に捧げる代わりに自分にとって一番大切なものを守ろうってな。大切なもの？大好きだった野球への思い、それを持ち続けられる人間をだよ。藤田さんにとってお前は八百長にどっぷり使ったワイバーンズの選手の中で唯一その思いを託せる人間だったんだ。だからそのライバルである俺に真剣勝負をさせた。藤田さんは大好きだった野球を捨て去る前にその目で見たかったのさ。汚れのない本物の野球ってやつを。そういうことだ。さあ早くここから出よう。黒羽組の追っ手が来ないとも限らない。お前のホームランの秘密は後でゆっくり聞かせてもらう。篠田、おい、品田、何やってんだ。邪魔だよ、こいつらがいちゃ。え？急いで片付けよ。グラウンドが汚れる。は？何言ってんだお前。決着をつけよう、俺たちの勝負に。やるのか本当に。ああ、知りたいんだろ、ホームランの秘密。勝負すれば分かるというのか。ああ、分かるさ。お前が15年前よりヘボになってなけりゃな。まさかお前本気で打てると思ってるのか。もちろんだ。来い。すごいじゃん。15年前お前が打ったストレートはこんなもんじゃない。まだ肩慣らしだ。さあ打ってみろ、俺のストレート。ずっとお前が打ちたがっていたストレートだ。どうした？あの時のホームランはまぐれだったのか？あ？早く次投げろ。こっちの嫉妬は打たないってか。お前、何考えてやがる。次だ。いいだろう。次が7球目。15年前と同じ。次の球で終わりだ。ホームラン。どうしてカーブを投げるって分かったんだ。分かってたんじゃない。待ってたんだ。ありがとうよ。俺は15年間ずっとお前のカーブを待っていたんだ。きっとな。15年ってお前、20年前の甲子園、俺はお前のストレートで三振した。それから4年間、俺はYバーンズの2軍で毎日お前のストレートを打つことだけを考えて練習し続けた。そして15年前のあの試合、俺はお前のストレートを打った。でもカーブは打てなかった。あの試合で藤田さんがもしストレートのサインを出さなかったら、お前がカーブを投げ続けていたら、正直俺は打てなかっただろう。あの日俺はお前からホームランを打った。自分の力で夢を叶えたと信じていた。でもそれが監督やお前の情けで叶ったものなら、そんなもの嬉しくもなんともない。品田、真実を教えてくれてありがとう。15年間待った甲斐があったよ。俺もやっとこれで引退できる。ありがとな、沢田。おかしなもんですな。もっと早くこの決断ができていれば、こんなことにはならなかったのに。告発文です。明日の新聞の一面にこの手記が掲載される予定になってます。もう終わりにしましょう。それが私たちにとって一番の。